神戸大学医学部乳腺内分泌外科の谷野博一特命教授は、乳がんの治療薬の研究をしています。国内で乳がんになる女性は9人に1人いると言われていますが、谷野特命教授が研究を進めるのはそのうち10から15%を占めるトリプルネガティブ乳がんです。トリプルネガティブ乳がんとは、30代から40代に多く発症する乳がんで、ホルモン療法などは効かず、効果が期待できる薬は抗がん剤のみで、3年以内の再発率が他のタイプの乳がんよりも高く、再発後の生存期間が短いのが現状です。トリプルネガティブ乳がんの患者さんって手術前に抗がん剤治療するでしょ。で手術受けました、で残ってますって言っても後の治療法って今ないんですよ。明らかにこうすると再発が下がって、ほんでこの治療はいいですよって治療がないので、その不安を訴える方は結構いらっしゃいます。一人でも多くの命を救いたいと谷野特命教授が注目するのは、卵巣がんや肺がんの治療に使われているジェネリック医薬品カルボプラチンです。海外ではトリプルネガティブ乳がんが再発したときに有効な可能性が高いというデータも発表されています。谷野特命教授は、臨床試験が進んでこの薬が使えるようになり、トリプルネガティブ乳がんの新たな治療の選択肢が増えることに期待を寄せます。だから今の試算でいくと、今まではなくなってたけど、この治療がちゃんとできるようになったら1000人ずつ助かっていくのかなって、そんな期待を持ってやってます。患者会の働きかけで製薬会社から薬の無償提供を受けるなどしたものの、臨床試験には多額の資金が必要で、クラウドファンディングで寄付を呼びかけています。専用のサイトには当事者たちを含め寄付をした人たちの応援メッセージが掲載されています。このお薬が使えるようになれば安心感を持つことができる、再発を防ぐ薬が認証されることを願っております。その患者さんがね、年間1000人助かるとかって言うけど、その周りにどんだけ人がいるかよ。その悲しむ人ってどんだけおんの。この治療法を作るっていう意義ってどんだけ大きいかっていうのは僕は思う。